温めないで乾かす、はい、これは何ですか。これこの秘密の薬。あ、秘密の薬秘密の薬塗って、うん、それからこれ乾いて少し赤いサビが出てきます。昨日と、結構違いでしょうね。よくサビつけて、この緩いサビ取らないと、それブラシで、それ取って、それから、まあ、下地のサビからサビつけてから、まあ、いい元にならないとね、それから暗いサビ、まあ、昨日先生説明しましたですけど、ね、こういう伝統的、まあ正しくどうか分かんないだけど、でも硬いブラシといると言われたんですけどね、結構余分のブラシがいる。これ伝統的 な日本のブラシで、まあ丸くもうちょっと便利かなと思ったんですけど、これちょっとやってみます。はい、いきます。色は結構、制服になっている状態で、でもまだ透けてないところもあるみたいですよね。透けてるところと透けてないところ、そのため何回何回塗れないとブラシして繰り返して、外にかけて、ね、いい色もいい味になるまで、はい、頑張ります。まだ透けてないところがあるね、結構わかりやすいです。
足の間にもちょっとブラシしないとから、ね、結構汚れてるね、いろんなもの出てきて、まあブラシでもサビはよく出てきた。それから100均から結構条文のブラシがあるね、プルのやつ。だからその足の中とか耳の中でちょっとブラシして、ね、ちょっと難しい。先生の秘密薬を塗って、
こんにちは。こんにちは。いつもお世話になります。はい、はい、まずはこれこの状態になりました。はいはい、これだから本サビがついたんで、うん、これからちょっと油焼きして、はい、と同時に油で焼くと少し黒みが増すし、サビ止めになりますから、はい、それやりましょう今日。はい、それから最後の作業ですか？これもう最後の仕上げになっちゃう。うん、油焼きがね。はい、であとは何日かこう毎日磨いたりブラッシングしたりして。サビが落ち着いてきますから、もうこれもだいぶ落ち着いてきてるんだけども、はい、油焼きした後も何時かと、うん、テールしてください。はい、うまくついて、よくついてます。Hello there, thank you so much for watching this video. If you liked it, please click on the like button and then on the subscribe button, but also click on the notifications button to make sure that you get future videos in your feed. Thank you so much for watching and I'll see you next time.